おこの建物、宮殿って言ったらいいのかな、立派な建物だな。いやー、星の国いいですな。この建物の中、キラキラ光り輝いてて目がくらみそうだよ。マリオよ、よくそこまで来てくれた。いよいよクッパの城に乗り込む時がやってきたのだ。さあ、わしら7人が力を合わせて、お主に最後の技を授けようぞ。マリオはスターフラッシュを使えるようになった。その技を使えば、クッパの持つスターの強い力を打ち消すことができる。そしてさらに一つ、お主に授けるものもある。これは星の国に伝わる星の船だ。クッパ城はここよりもさらに高い天空にある。星の国より高いところにあるのか。されどこの船ならばそこまで行けるであろう。さあ乗るがよい。そしてクッパ城へ向かうのだ。わしらはついにお主と共にある。またいつでも遠慮なくわしらの力を使っておくれ。乗って行ってもいいんだけど、バッチがなクッパ城にあるかな。発信しますか。まあ、一旦行ってくるか。あ、流れ星。早く姫様は帰ってきますように。お願いをしたのかなといいわね。ピーチ姫に会いたい。キノコケーキやマグロ食べたい。流れ星さん、よろしくお願いします。みんないろんなお願いがあるんだな。ステージ8、対決大魔王クッパ。クッパ城だよ。ここはクッパが乗ってくる乗り物が、乗り物の格納庫だね。動画の流れどうぞ。クッパ城だよ。あのクッパの城らしくおどろどろしい雰囲気だ。おしゃぶりする。いよいよだねマリオ。これさ、ここピーでさ、明日降りられないんだ。あそこにバッジがあるのに右から行くしかないな。ここは外、なんかクッパ城なんてさっさと取り抜けちゃうよ、マリオ。トゲの子はまずい。トゲオガード、あと地震ハンマーでハンマー投げ外してチャージにしよう。トゲの子、兵隊のノコノコ、トゲノコだよ。クッパ城を守るエリートノコノコだ。最大 HP は8、攻撃力は4、防御力は3。
ポケトキで武装してるからうっかり振るとダメージを受けるよ。 HP が少なくなったけど力を貯めて攻撃してくるんだ。その攻撃力は10もあるよ。あと剣士になると仲間の時の声を呼び出したりもするからね、結構でかい敵かもね。防御3あるのか。とりあえず自信販売一発取っとく。もう一発自信販売をじゃあとりあえず倒せるか。モンスターポイント、毎回 FP8 消費してるからちょっとな、まずいな。お城の鍵、みんな凄いところだな。クッパ城って溶岩上がんないやなんて火山よりすごいかもね。どういうことなんだろうね溶岩。まだよな、暴力源使ってるのかな。地熱発電的な発電一応カメキと合わせれば7に抑えれるね。クッパ城の回廊だよ。変な仕掛けはないみたいだ。頑張って進んでいこうねマリオ。うわー、一応2ターンかかるけど FP4 で次々ジャンプとクリオで2体だったらいけるな。消費が激しいマジで。うわー、同じ方法で攻撃を受ける。正直こいつら4匹いる方がノコブレスより厄介っていう。イエーイ、ハンマーブロスだ。ハンマーブロスはまずいな。ハンマーブルスだよ。結構おなじみの顔だよね。最大 HP は12、攻撃力は5、防御力は1だ。あのハンマーに当たるとちっちゃくなっちゃうから気をつけて。それに HP が少なくなると持ってるハンマーを連続して投げつけてくれるんだ。昔と同じで強敵だから気合を入れてやっつけよう。マリオコレクションでさ、あれやってるときさ、本当に強敵だったわこいつ。防御1あるんだよな。ひっくり返らないしなこいつ。ジャンプしとくか。出て。で、あ、ダメージが減る。よーし、一個食べるか。ほい、おいしい。お、おー、よく来たな。俺はクッパ城の見張り扉だ。怪しいやつを通させないのが俺の役目なのだ。お前はマリオだな。ここを通りたいのか。この向こうに行きたいんだろう。行きたい。よーし、それなら俺の前に立て。クッパの顔があるところで、この顔鬱陶しいよね。あまり何回も見たくないよ。ちゃんと俺の前に立ってるな。よし、それじゃあお前を通してやろう。わー、大臣が。ガハハ、引っかかったな。そこは脱出したのはローヤラ。お前はおとなしくそこでくたばってるがよい。
まあ万が一ここまで戻ってきてくることができたなら今度こそ過ごしてくればいいぞ。お前がそっから戻ってくるなんて無理に決まってるかな。ずっとそこで震えてがええわ。ガッハ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 。おお、マリオ殿、やはり来てくださったのですな。この後、情けないありさまです。一面はさらわれてしまい、キノコ城もクッパの名は過ぎないようにされてしまっております。キノコ城にお使いしておりながら、700円も立てず、あとはマリオ殿に頼るほかありません。どうか一面だけでも助け出してあげてください。この人が大事なんだ。はじめまして、オイラクリオです。マリオさんのお手伝いをしてます。なんて言ったりしてさ、でもオイラをもしろのパーティーに呼んでほしいな。我々にもっと力があったらこんなことになりませんでした。ピーチ姫は何て言ってお詫びすればいい。一刻も早くピーチ姫を助け出してあげてください。キノコ城の兵隊だけど捕まっちゃったんだね。パーティー下に捕らえられてかわいそうだよね。まあ無事だったからいいけどさ。パーティーの途中キノコ城ごとさらわれてしまうなんて今でも信じられません。ピーチ姫を捕まえるためとはいえ、ここまでなんてクッポは恐ろしいやつです。マリオさん、きっとクッポは出してくださいね。捕らわれてるキノピオだよ。怪我がなくてよかったよ。ところでこの人はお城のどの辺にいたんだろうな。マリオさん助けに来てくれたんですね。マリオさんはきっと来てくれると信じてました。ここにいるのはキノコ城で働いていたキノピオばかりです。ピーチ姫はここにはいらっしゃいません。別の場所に閉じ込められているんだと思います。マリオさん、早くピーチ姫を助け出してあげてください。後ろで働いているキノピオだね。こんなところに捕らえられているのにピーチ姫の心配をしているよ。自分を心配されてるって知ってるのかな。これ何が出てくるんだろう。緊急キノコとスキードリンクだ。力をだよマリオ。ここからいたところまで戻るのにどれくらいかかるのかな。一丁上がり。こんな壁なんて朝飯ないよ。コブラさんと家の壁よりもずっと簡単だったわよ。畑を連れてきて本当に良かったわね。専用のセリフがあった。かわいい。ここは外の中、クッパじゃないですか。外逃げちゃおうよ。この溶岩ってどっからこんなに湧いてくるのかな。不思議に思わない？確かに不思議。めっちゃ頑張ってる。熱いポコピーの顔もちょっとしんどそう。はい、これ食べちゃおうか。めっちゃ緊急キノコくれるやん。買わなくてよかった。やっぱ暑いんだな。雲だもんな。蒸発しちゃうよな。すでに蒸気の塊みたいなもんなんだ。よし。願うのパワー。願うをするときスターパワーが普段より多く溜まるようになる。あれこれなんかでもバッチの作り違くない？なんかピカピカしてるように見えたけど気のせいか。なんか色味が違うように見えたんだけどな。あとは集める君が持っているバッジを回収するだけだね。バッジコンプリートまでです。よし。
熱い熱い熱いA ボタン押しすぎた。おい、あーいやー、ちょっと待って、下手くそ。オーケー、なんだろう、あそこぐるぐるしてるけど超気になるわ。溶岩溶岩溶岩が続く、熱いからフラフラしてきたよ。マリア熱いの大丈夫なの？あちあち、一回してるとホゲクリボーになっちゃいそうだよ。ホゲクリボー、いいよ。溶岩ルームダメだこれ。これはあれ、あれだ。溶岩の上を行くには誰かに運んでもらうしかないね。冷えて固まればなんともないんだけどね。行く手を塞いでる溶岩なんかはレサレサを使えば簡単に通れるよね。から流れてきたんだね。溶岩さえなくなったらこっちのものさ、オイラでも OK だよ。あ、もう溶岩を出しまくったやつだ。うわ、マリオのやつがこんなとこに来やがった。この時どうすんだっけ。カメクオーガーさんは何て言ってたっけ。確か何があってもスイッチだけは触らせるなって。あ、まあまさか俺たちマリオと戦うのか。ひー、俺たちやっつけられちゃうんだ。ヒルムだ、マリオがなんだ。なんとしてもここのスイッチをマリオにはさせてはならん。パサが困ってもいいのか。マリオをやっつけろ、根性を見せてやるのだ。おー、こうなったらやけくそだ、倒す息。カメック、カメックだよ。カメ一族のエリート魔法使いだ。最大 HP は11、攻撃力は6、防御力は0。魔法の攻撃がきついから油断できないよ。それ以外にもいろいろな魔法を使ってくるんだ。早めに倒した方がいいと思うよ。もういっちょ。ゲイ。ヘイ。やっつけたぜ。スーパーキノコくれた。スキードリンクいらないや。
溶岩が冷えて固まったみたいだね。これなら上歩いても平気なんじゃないかな。やったねマリオ。もう鼻歌マジでできちゃうよ。まだちょっと熱いけど、やけどするほどじゃないね。冷えたし、いい感じだよ。夜は冷えたばかりの場所をトクトク歩くことなんてなかなかできない経験だね。夜はもうほとんど固まったようだね。ほんとセリフあるんだね。それを確認するためだけにめちゃくちゃ戻ってるけど今。ここは外の中は突破じゃなくてそこ逃げちゃうよマリオ。ここは変わんないんだ。何が起こるかな。雷です。